今回は、仕事帰りに霊に疲れてしまった男、キツネつき、受信と発信、人身事故、クズ派、という話を紹介します。ではどうぞ。もう先が長くない俺の話を聞いてくれよ。俺は大手 IT 企業の営業部で働く、平凡なサラリーマンだ。入社して5年目、昇進の機会もなく、ただただ毎日の激務をこなすだけの、日々が続いていた。残業は当たり前、休日出勤も珍しくない。そんな生活に疲れ果てていた俺は、ある夜、いつもより早く帰宅できることになった。午後9時、オフィス街はまだ多くの人で賑わっていた。俺は駅に向かって歩きながら、久しぶりの早めの帰宅に心が弾んでいた。そんな時、俺の目に奇妙な光景が飛び込んできた。前を歩くサラリーマン風の男性の背後に、ぴったりとくっついて歩く女性がいたのだ。最初は恋人同士かと思ったが、よく見ると女性の様子が明らかにおかしかった。その女性は、まるで影のように男性にぴったりと寄り添っていた。しかし、男性は全く気づいていない様子で、普通に歩き続けている。俺は思わず立ち止まってしまった。おい、大丈夫か？声をかけようとした瞬間、女性が俺の方を振り向いた。その顔には表情がなく、まるで人形のように無機質だった。俺は背筋が凍るような恐怖を感じ、思わず目をそらしてしまった。再び視線を戻すと、男性も女性も姿を消していた。あまりの出来事に、俺は頭を振って幻覚だと自分に言い聞かせた。疲れてるんだな、俺。そうつぶやきながら、俺は急いで駅へと向かった。数日後、俺は再び同じ場所を通りかかった。すると、あの時と同じサラリーマン風の男性を見かけた。今回は女性の姿はない。同じビルで働いているのだろうか、と思った俺は、好奇心に負けて声をかけてしまった。すみません、以前もここで見かけましたよね。男性は驚いた様子で俺を見た。その目は力なく、疲れ切っていた。はい。毎日この道を通っています。男性の声も弱々しく、何か心に重みを背負っているような印象を受けた。失礼かもしれませんが、先日女性と一緒に歩いているのを、見かけたんですが、俺の言葉に、男性の表情が一瞬曇った。女性ですか？いいえ、私は一人で帰っていましたよ。誰かと間違えたんじゃないですか？男性の反応に、俺は戸惑いを覚えた。あれほど印象的な光景だったのに、覚えていないはずがない。しかし、これ以上追求するのも失礼だと思い、俺は話題を変えた。そうですか、申し訳ありません。気のせいだったんでしょう。お仕事、大変そうですね。男性は苦笑いを浮かべた。まあ、残業続きで体がきつくて。他愛もない会話を交わした後、俺たちは別れた。しかし、男性の様子が気になって仕方がなかった。あの女性のことを本当に覚えていないのだろうか。それとも、何か隠しているのだろうか。そんな疑問を抱いたまま、また数日が過ぎた。俺は残業を終えて帰宅する途中、またしてもあの男性を見かけた。そして、俺の背筋が凍るような光景が目に飛び込んできた。男性の後ろに、あの女性が再び現れていたのだ。知らないと言っていたのに、変だな。俺は思わずつぶやいてしまった。その瞬間、女性が俺の方を振り向いた。時間が止まったかのように感じた。女性の顔の半分は痛々しく変形しており、明らかに生きている人間のものではなかった。その目はうつろで、しかし同時に強烈な恨みのようなものを感じさせた。恐怖で体が硬直する。逃げ出したいのに、足が動かない。女性は徐々に俺に近づいてきた。その姿は現実離れしており、まるで悪夢の中にいるかのようだった。女性の手が俺に触れようとした瞬間、極度の恐怖と寒気が全身を駆け巡った。そして、意識が遠のいていくのを感じた。俺の視界が真っ暗になり、そのまま意識を失ってしまった。気がつくと、俺は自宅のベッドの上にいた。激しい頭痛に悩まされながら、俺は昨夜の出来事を思い出そうとした。しかし、記憶は断片的で、何が現実で何が夢だったのか、はっきりしない。時計を見ると、すでに出勤の時間が迫っていた。俺は重い体を引きずるようにして身支度を整え、家を出た。自宅近くの神社に差し掛かった時、突然誰かに呼び止められた。おい、君、ちょっと待ちなさい。振り返ると、神主らしき人物が俺に向かって駆け寄ってきた。あなた、一体何があったんだ。とんでもないものに疲れてしまっているぞ。神主の言葉に、俺は困惑した。何のことですか？君の周りに、ただならぬ気配がある。何かあったのか？神主の真剣な表情に、俺は昨夜の出来事を思い出した。あの恐ろしい女性のこと、気を失ったこと、すべてを神主に話した。神主は俺の話を聞きながら、次第に顔色を変えていった。
これは、大変なことになっているな。君についているのは、波の霊じゃない。強力な怨念を持った存在だ。どういうことですか？その霊はおそらく、生前に強い恨みを抱えて亡くなったんだろう。そして、その恨みのエネルギーを使って、生きている人間に憑依し、その生命力を吸い取っているんだ。俺は震える声で尋ねた。じゃあ、あのサラリーマンも、神主はうなずいた。ああ、彼もその霊に取り憑かれていたんだろう。そして今度は、君が新たな標的になってしまったようだ。どうすればいいんですか？払うことはできないんですか？神主は深刻な表情で首を横に振った。申し訳ないが、私にはその力がない。この霊は普通の方法では払えないほど強力だ。私が知る限り、この国でこの霊を払える者はいないだろう。俺は絶望的な気分になった。この先どうなってしまうのか、想像もつかない。じゃあ、俺はこのまま。諦めてはいけない。何か方法があるはずだ。私も調べてみる。それまでは、気をつけて生活するしかない。神主の言葉に少しだけ希望を感じながらも、俺の心は不安でいっぱいだった。それから数日間で、俺の日常は完全に狂ってしまった。毎朝目覚めると、背中に冷たいものが張り付いているような、感覚に襲われる。振り向いても何もないのに、誰かの視線を感じ続けた。シャワーを浴びる時も、カーテン越しに人影が見えるような気がして、落ち着いて体を洗うことすらできない。会社に向かう電車の中でも、背後に立つ乗客の息遣いが、あの女のものに聞こえてくる。何度も振り返ってしまい、周囲からキーの目で見られた。オフィスに着くと、さらに症状は悪化した。パソコンに向かっていると、画面の反射に女の顔が、映り込んでくるような錯覚に陥る。急いで振り返っても、そこにあるのは同僚の困惑した表情だけだった。おい、大丈夫か？同僚の A が心配そうに声をかけてきた。ああ、ちょっと寝不足で。俺はごまかすように答えたが、A の目には明らかに疑念が浮かんでいた。書類を整理していると突然背後から、冷たい指が首筋をなぞるような感覚に襲われ、思わず悲鳴を上げてしまった。振り返ると、そこには上司の B が立っていた。どうした？顔色が悪いぞ。体調が悪いなら早めに帰ってもいいぞ。B の言葉に、俺は無理に笑顔を作って答えた。いえ、大丈夫です。驚いただけで、しかしその日を境に、オフィス中で俺を心配する視線が増えていった。夜も地獄だった。ベッドに横たわると、天井に女の顔が浮かび上がってくるような、錯覚に陥る。目を閉じれば、耳元で女のささやき声が聞こえてくる。何度も飛び起きては、部屋中の電気をつけ、恐る恐る部屋の隅々まで確認した。睡眠時間は日に日に減っていき、気がつけば1日2時間も眠れればいい方になっていた。目の下にはクマができ、頬はこけ、ひげも伸び放題。鏡に映る自分の姿は、まるで別人のようだった。同僚たちの間で、俺の噂が広まっているのも感じ取れた。廊下ですれ違うと、小声で囁き合う。昼食時、俺の隣の席が空くようになった。誰も直接何か言ってこないのが、逆に恐ろしかった。ある日、トイレで手を洗っていると、鏡に映った自分の後ろに、あの女が立っているのが見えた。思わず振り返ると、そこには同僚の C がいた。うわ、びっくりした。お前、本当に大丈夫か？という C の言葉に俺はもう答える気力すらなかった。ただ黙ってうなずき、早足でトイレを出た。そんな日々が続く中、俺の仕事のパフォーマンスは明らかに落ちていった。締め切りに間に合わない、ミスが増える、会議中に上の空、周囲の心配の声も、いつしか苛立ちに変わっていった。あいつ、どうしちゃったんだろうな？くっ、でもやってんじゃないか？精神的に参っちゃったのかも？囁かれる言葉が、少しずつ俺の耳に入ってくる。でも、誰にも本当のことは言えない。言えば、俺は完全に狂人扱いされてしまうだろう。この先どうなってしまうのか。俺は、ただ恐怖と不安の中で、溺れていくような日々を送っていた。ある朝、会社への出勤途中、同僚の D が俺に声をかけてきた。おい、最近どうしたんだ？顔色悪いぞ。D は俺と同期で、よく飲みに行く仲だった。その優しさに、俺は少し心が和んだ。ああ、ちょっと体調が、その瞬間だった。D が突然、目の前で倒れたのだ。おい、D、大丈夫か？最初は安堵したが、すぐに恐ろしい事実に気がついた。あの霊は、俺から D に乗り移ったのだ。病院に運ばれた D は、原因不明の衰弱状態が続いているという。俺は毎日のように見舞いに行ったが、D の様子は良くならない。病室に入ると、D はベッドに横たわったまま、うつろな目で天井を見つめていた。点滴が繋がれ、モニターが規則正しく音を鳴らしている。D、俺だ。少しは良くなったか？俺の声に反応して、D はゆっくりと首を動かした。
その顔は数日前までの元気な姿からは、想像もつかないほど痩せ細り、正気を失っていた。かすれた声で返事をする D を見て、俺は胸が締め付けられるような痛みを感じた。これは全て俺のせいだ。あの霊を引き寄せてしまったばかりか、親友に移してしまった。すまない、本当にすまない。俺は頭を深く下げた。D は何も言わず、再び天井を見つめ始めた。その日の見舞いを終えて病院を出た時だった。俺は再びあの女性の姿を目撃した。今度は、D の病室の窓から外を見ている姿だった。女性は俺と目が合うと、にやりと笑った。その笑顔にはこれからも永遠に続く、憑依の連鎖を楽しむかのような、残酷な喜びが浮かんでいた。俺は、この悪夢のような状況を、どうにかして断ち切らなければならないと、強く決意した。しかし、その方法がわからない。神主にも払えないこの霊を、一体どうすれば。数日後、俺は再び神社を訪れた。神主は俺の顔を見るなり、深刻な表情を浮かべた。君の友人に移ったのか。俺はうなずいた。どうすればいいんでしょうか。このままじゃ、D が。神主は目を閉じ、深く考え込んだ。しばらくして、おもむろに口を開いた。実は、ある方法があるかもしれない。だが、非常に危険だ。俺は神主の言葉に、わずかな希望を感じた。何でもします、どんな方法でも。神主はためらいながらも、ゆっくりと説明を始めた。その霊を、別の、容器、に移す方法がある。しかし、その、容器、は生きた人間でなければならない。そして、一度その、容器、に霊が移ると、二度と元に戻すことはできない。俺は息を飲んだ。それは、つまり、そうだ。誰かが身代わりにならなければならないんだ。神主の言葉に、俺は激しく動揺した。誰かを犠牲にして、この問題を解決するなんて、できるはずがない。しかし、D の衰弱していく姿を思い出す。このまま何もしなければ、D は確実に、私がやります。俺は決意を固めていった。神主は驚いた表情を見せた。慎重に考えろ、君の人生が。いいんです。これは俺が引き起こした問題だ。俺が解決しなきゃいけない。神主は長い間俺を見つめていたが、やがて深くため息をついた。わかった。では、準備をする。その日の夜、病院の裏庭で儀式が行われた。神主が用意した白装束に身を包み、俺は円の中心に立った。周りにはろうそくが並べられ、不気味な炎が揺らめいている。神主が呪文のような言葉を唱え始めると、空気が重くなっていくのを感じた。そして、D の病室の窓に、あの女性の姿が現れた。女性はゆっくりと窓を開け、まるで空中を歩くかのように、俺たちのいる場所へと近づいてきた。その姿を見た瞬間、俺の全身に激しい予感が走った。女性が円の中に入ってくると、神主の声が一層大きくなった。女性は俺をじっと見つめ、そして、突然、激しい痛みが全身を襲った。まるで体中の血が沸騰しているかのような感覚。俺は思わず悲鳴を上げそうになったが、必死でこらえた。痛みが最高潮に達したその時、女性の姿が、俺の体の中に吸い込まれていくのが見えた。そして、すべてが闇に包まれた。目が覚めると、俺は病院のベッドの上にいた。体は重く、激しい疲労感に襲われていた。しかし、それ以上に強烈だったのは、心の中に潜む、何か、の存在だった。俺は自分の中に、あの女性、いや、あの霊が潜んでいるのを感じていた。そして、その霊が俺の意識を少しずつ蝕んでいくのも、隣のベッドには、元気を取り戻した D が横たわっていた。D は俺に気づくと、安堵の表情を浮かべた。よかった、目が覚めたか。心配したぞ。俺は微笑もうとしたが、顔の筋肉が思うように動かない。代わりに、心の中で叫んだ。よかった、これで、お前は助かったんだ。そして、俺は自分の運命を受け入れた。これから俺は、永遠にこの霊と共に生きていかなければならない。いや、正確には、少しずつ、この霊に飲み込まれていくのだ。だが、それでもよかった。大切な人を守れたのだから、俺はゆっくりと目を閉じた。小学校の時、担任の K 先生から聞いた話。簡潔に言えば、いわゆる、キツネ付き、体験記なんだけど、その K 先生が大学生の頃の夏休み、暇を持て余している K 先生、男、と、その友人 O、男、と友人 A、女、と3人で、経験軽視のとある稲荷神社に、肝試しに行こうぜ、ってことになったらしい。で、夜遅く、3人で神社内をぐるりと回ったけど、何も起こらない。だが、そのうちにこう一点の A が、もう帰ろうよ、って言い出したと。
男二人は怖くはなかったが、A の不安げな様子が気になって、帰ることにしたそうだ。しかし出口の鳥居に向かうにつれ、A の顔色がどんどん悪くなっていく。大丈夫か?と心配しながら、A を支えて歩く男二人。出口の鳥居をくぐろうとした瞬間、A はとうとうしゃがみ込んでしまった。で、下向いて、寒い寒い。って言いながら自分の肩をさすってる。冒頭で言った通り、夏休み。当然ながら寒いわけがない。なんか変だ。起こそうとしても立ち上がらないし、K先生と O は困り果ててしまったそうだ。そのうちに A が、寒い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 。ってすごい早口で言いながら、ノースリーブの肩をさすっている手が、どんどんスピード上げていく。しかもつま立てて、ボリ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 かきむしってる状態だから。二の腕から血が出てきて、あまりにその様子が怪しいから。さすがに K 先生と O も怖くなって、無理やり半ば引きずるようにして A を家まで送り、その日は解散したんだと。それから数日、連絡も取らずにそのこともほとんど忘れていた。当時は携帯とかも普及してなかったし、てかなかった。それでまったり夏休みしていた K 先生のところに、O から連絡があった。A がおかしくなったらしい。はぁ?確かにあの時の様子はおかしかったけど、マジで?ちょいと責任を感じた男二人は、A の家へとお見舞いに行ったそうだ。A には会えず、A の母親が憔悴した感じで出てきて、様子を教えてくれた。なんか、A はひたすら、キー、みたいな規制を発しながら、暴れまくってるらしい。部屋から出せず、食べ物を持って行っても壁に投げつけちゃうし。それだけじゃなく、女の子なのに糞尿垂れ流しして、それを壁になすりつけてるそうだ。ここに関しては後から聞いたらしいんだけど。そりゃそうか。K 先生と O はめちゃくちゃ怖くなって、でも肝試しに連れてったことは言えなかったみたい。ひどい話だと思うけど、よく考えやある意味、責任問題になりそうだしね。まあどうしようもなくて、その日は帰って、悩みは募りながらまた数日経ったと。ある日、K 先生のところに O から電話。A の母親から O に連絡があったらしい。今度は何だと思って聞いてみると。A が部屋から抜け出して行方不明。ちょっとどころじゃなくまずい。慌てて二人も探しに出たそうだ。まあいろいろあって、結局見つけたのは K 先生。A は最寄りの駅の駅員さんに、駅員の事務所に保護されてたんだけど、駅員さんが真っ青な顔して、何なんですか、この人?みたいになってるから、ああ、やっぱり暴れたのか、と思って話を聞こうとすると、駅員さんは怯えた感じで、一枚の紙を K 先生に渡したそうだ。それには、狐が上半身を上げて、手で招いてるみたいなポーズの絵が描いてあった。白い紙に、ぐるぐるって感じで塗りつぶした、影みたいな真っ黒い狐。明らかに狐。お稲荷さんみたいなポーズって言えばわかるかな?驚愕しながら。これどうしたんですか?って聞くと、駅員さんが言うことには、彼女の身元がわからなかったから聞いても、全然返事もしない。じゃあ文字なら書けるかと思って、ボールペンと紙を渡したそうだ。そしたら、椅子に座ったままいきなり、ガクン。って頭を垂直に真上に向けた。もう完全に真上。90度。駅員さんも仰天したらしい。ボールペンを鉛筆持ちじゃなくて、幼児がスプーン握るみたいに5本の指で握って、天井睨みつけながら、紙の上をボールペンで、ぐる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 。当然ぐちゃぐちゃな絵ができるだろうと思って、駅員さんが呆然としてたら、できたのはこの狐の絵だったと。K 先生も駅員さんも完全にビビっちゃって、まあ警察とか色々あった後に A は自宅に帰り、かわいそうだけどまた監禁状態にするしかなかったそう。K 先生も O も、軽々しく A の話ができる雰囲気も、すっかりなくなったって。で、また数日後なんだが、真夜中、K 先生が一人暮らししてる A に電話があった。こんな時間に電話してくるのは、大くらいだって思って電話を取ると、声はなんと A。もしもし、K? 規制とかじゃなくて、普通の声で話しかけてくる。治ったのか。よかったな。大喜びする K 先生。A は嬉しそうに同意しながら、言葉を続けたそうだ。うん。私のところからはもう出ていくって。次は、K のところに行くよ。反論も質問も受け付ける暇一切なく、電話は切られたらしい。もう K 先生めっちゃめちゃビビりまくって、泣きそうになりながら、隣町で一人暮らししてる弟のところに、バイクで転がり込んで、震えながら一晩過ごしたそうだ。普通の話なら、ここで狐は K 先生のところに行くんだろうけど、結局その後は何も起こらず、A もいつの間にか普通の子に戻ってて、ポカーンだったそうだ。でも、ぶっちゃけ怖くて、もう A とは遊んだりできなかったらしい。未だに年賀状だけは送ってるけど。とか言ってた。今のご時世に必要かなと思って投下する。
だいぶ昔の話だけど、当時俺は親戚のつてで寺に修行に行ってたのね。理由は、まあ若いうちはみんな持ってる、中二病な超人願望ね。まだ、無とかの事件が出る前だったし、名前を言えば、ああ、あそこか、ってわかるほどの有名な歴史のある場所。そこで半出家状態で毎日修行してたわけよ。もちろん修行だから、それなりに厳しいわけだけど、外部の人間でもあるから、多少はうち弟子レベルの人たちよりも、お客様扱いされてた。修行じゃない時は、たまに雑談したりしてたんだけど、その話の内容がかなり面白かった。ぶっちゃけ浮世離れした世界の話で、シャバだと普通に電波扱いされるレベルな。木とか経絡とかチャクラとか仏とか、そういう話。まあ主要的な話はともかく、みんなに関係ありそうなのは、社会や国家に関する話だよな。今の日本に関する話だと思うので共有したい。シャレ、俺のこと、くん、君、法学部だって？あ、はい、そうです。そうか。じゃあ下山したらその仕事に？まだ、そのなんというか考えられないですね。自分が何になるか。どうせなるなら偉くなりなさいよ。主上救済は仏道だよ。そんな感じの話してたら、ちょっと考えてた後に話が進んだ。シャレくん、ついてきなさい。季節は冬で結構な寒さなんだけど、一緒に外に出たのよ。山の上だから風が寒い。見晴らしのいい場所で師匠は俺に。あれ、見てごらん。と、お山のてっぺんのアンテナみたいなものを指した。後で調べたら総輪というらしい。はぁ、あのロケットみたいなやつですか？あれ、なんだと思う？まあ普通に考えたらただの飾りなんだけど、今までの経験からそういう話じゃないわな。アンテナみたいなものですか？御仏の力を受信するとか。半分正解。え、本当ですか？そ、寒いから戻ろう。中に戻ってきた俺たちは、総輪の話に戻った。シャレ君、さっきアンテナって言ったよね。その通り、アンテナなんだよあれは。アンテナというのは、機能が二つある。受信と発信だ。受信の方は、気脈と繋げて情報や気を受信するんだよ。発信の方は、こちらからの情報を送信する。全国にある寺はみんなそうだよ。これは宗派関係ない。日本全国の寺を繋げる。要するに、携帯のアンテナみたいなものらしい。当時はそんな言葉知らんかったが、今でいうインターネットや、ネットワークみたいなものだろう。それでその気を各寺やその地域に下ろすんだ。そういうことなんだよ。なるほど、そうだったんですか。でもどうしていきなりアンテナの話を？あれで流す気は、質がある。質はわかるよな？あ、はい。おかげさまで。それは堕落した寺からとかそういうものですか？もちろんそれもある。でも、大半の寺からはそんなの出ないよ。問題は、寺から流す対象のシャバの質だよ。話によるとこうだ。要するに、寺は送輪でネットワークを作り、いい気を各地域に流す。でも流す地域がひどいと、焼け石に水らしい。汚れた水に新しい綺麗な水を流せば薄まる。でも限度があるよね。日本の寺を作った方たちは、こういう仕掛けを作って国づくりしたのだと思う。中央の集権化も含めてね。寺が昔は住民の管理をしたり、集会所や学校だったことは知ってるだろう？今でいうルーターみたいなもんなのだろう。質が悪くなれば、当然社会は乱れる。人間の心が汚れるからね。今はどうなのでしょう？陛下が崩御されてから悪くなる一方だよ。行き着く先は考えたくないな。どうしたらいいのでしょうか？そこでさっきの話になる。君が仕事に就くのなら偉くなりなさい。いい薫陶を与えなさい。人間は水だよ。宝塩の器に入れば宝塩になる。大切なのは、我々のような専門だけでは、国全体の気を良くするなんて無理なんだよ。結局、国民全体の気をなんとかしないとね。自分のことだけではなく、他人のために考える。動く、伏せをする。ああ、伏せというのはお寺にじゃないよ。他人にだ。挨拶でも笑顔でもいいんだ。他人のために善をなそうとするときに、虫の奉仕の行動がいい気を出すんだ。感謝もね。結局感謝というのはむさぼりの反対なんだよ。感謝取り他の木が住民の木として大量に出れば、アンテナに乗って全国に回る。神社も仕組みは違うだろうけど、多分似たようなものだろう。昔の人が作った仕組み、神や仏というのはね、外部にいるんじゃない。仏性は誰にだってある、応用な話ではなくて、心に仏の姿を持って、いい気を出せばそれでいいんだ。そのためのテクニックが仏とか神なんだよ。普段生活してると、そんないい気なんて出さないからな。人間としての理想の姿。慈悲とかな。天変地異というのはね。必ず人間の心が起こしたものなんだよ。当時の俺はあんまり、この話に重大性を感じていなかった。学生だったしね。でも社会に出て、今の惨状を見るとよくわかる。
要するに、人間の心や気が、社会や自然に影響を与えるってこと。電波な話だったけど、必要かなと。去年の実体験の話をします。6月の半ば頃の話。当時俺はバイク買ったばかりで、大学が終わるとしょっちゅう一人でバイクに乗って、あちこちを走り回っていた。その日も特にすることがなかったので、次の日休みということもあり、神奈川方面へ結構な遠出をした。で、その帰り道、確か夜の12時過ぎくらいだったと思う。道とかも適当で、標識を頼りにあまり車通りの多くない道を、世田谷方面に向かって進んでいると、急に前を走っていた車が、急ブレーキを踏んで蛇行し、ガードレールにぶつかった。目の前で事故を見たのは初めてだったので、かなりびっくりしたが、そうも言ってられないので、ひとまずバイク路肩に止めて、車の方へ駆け寄った。車の窓から中を覗き込むと、中には女の人がいて、両手でハンドルを持ったまま、うなだれてガタガタ震えている。え？これやばくね？と思い、とりあえず窓越しに、大丈夫ですか？と声をかけたのだが、女の人から返事はない。結構パニック気味だった俺は、ここで警察に電話しないと、とふと気づいて110番をした。警察を待っている間、俺が何度か、大丈夫ですか？と聞いていると、女の人はやっと車から降りてきた。見た感じ怪我はなさそうだが、顔色は真っ青で何かブツブツとつぶやいている。少しつぶやきが気になったので、どうしたんですか？と口元に耳を近づけると、震えた声でとんでもないことをつぶやいていた。子供引いちゃった、子供引いちゃった、子供引いちゃった、子供引いちゃった。俺はかなりぎょっとした。事故の瞬間を見てはいたが、子供なんていたか？記憶を思い返しても、道路に人影があったようには見えなかった。慌てて道路の方を振り返ったが、どこにも子供の姿はない。俺は女の人を路肩に座らせて、あちこち歩いてみて回ったのだが、子供なんてどこにもいない。走行しているうちにパトカーがやってきて、警官が二人降りてきた。警官に俺が事情を話し、警官もかなりあちこち探してみたのだが、結局子供はいなかった。俺もいろいろ事情を聞かれたのだが、少なくとも俺は、女の人の乗る車が急ブレーキを踏んで、ガードレールにぶつかったとこ、しか見ていないし、道路に人影も見ていない。俺は自分の記憶にある通り、警官に伝えた。再度警官が女の人に事情を聞きに行き、俺も一緒に聞いていたのだが、女の人が言うには、急に道路脇から子供が飛び出してきて、衝突する音も聞いたという。でも現実にはどこにも子供の人影はない。警官の一人がパトカーに戻り、無線で何か話し始め、もう一人の警官が女の人に、怪我はないかとか痛いところはないかとか、聞いていたとき、急に女の人が、道路脇にあったカーブミラーを見て、キャーとものすごい絶叫を上げた。びっくりして、俺といろいろ聞いていた警官もカーブミラーを見た。カーブミラーには俺が一番手前に、歩道の路肩に女の人が座り、その横に警官がかがんでいたのだが、女の人と警官の後ろ、本来誰もいないその場所に、子供が映っている。年は4歳か5歳くらい。ちょっといいところの幼稚園児が着るような服を着て、無表情に鏡越しに俺たちを見ていた。俺と警官は多分、ほぼ一緒に後ろを振り向いたと思う。しかし、そこには誰もいなかった。もう一度ミラーの方を見ると、そこには俺たち3人しか映っていなかった。女の人はこれで完全にパニックになって、とても話が聞けるような状態ではなくなってしまい、警官が呼んだ救急車で、そのまま運ばれていった。そして、俺には一応、後でまた事情を聞くかもしれないと、住所や電話番号を聞き最後に、ああいうのはさっさと忘れた方がいい、気にしない方がいいよ、と言ってきた。が、そう言っている警官も、かなり顔色が悪かったが、その後、警察からは特に連絡など何もなかったので、申し訳ないが後日談とか真相とか曰くとか、そういうのは全くわかりません。以上で俺が体験した話は終わりです。もうかなり昔の話なんだけど、俺の家は昔、珍しく狐を飼ってたんだ。家はかなり田舎で、近くに野生動物がたくさん住んでた。である日、じいちゃんが狐の子供を拾ってきた。どうやら親が死んでそばにいたのを、かわいそうに思って連れてきたらしい。それで飼うことになった。母ちゃんは嫌がってたけど、ちゃんと病院に連れて行って、寄生虫やら何やらの検査もした。狐は、クズハ、って名前になった。命名は中二病をこじらせてたばあちゃんで、安倍の生命の母親の陽子の、クズの葉から取ったって言ってた。まあメスだったし、意外と知られてないけど、キツネって人にめちゃくちゃ懐くんだよ。家族全員でそりゃ可愛がったな。かなりバカだったけど、それでも俺が学校から帰ってくると、
鼻をふんふん言わせて、すり寄ってくるクズハは可愛かったな。そして、俺が17歳の時にクズハは死んだ。享年10歳？本当に悲しかった。人生初の家族の死はかなり精神的にも来た。家族全員かなり落ち込んだな。でもそこでも中二病全開のばあちゃんは、クズハを稲荷神社に連れて行こうって言った。で、稲荷神社の神主さんに無理言って、埋葬してもらった。神主さん、めちゃくちゃ嫌がってたけどな。ばあちゃん曰く。これでクズハも、お稲荷さんになる修行を始められる。家から神様が出るんや。って言ってた。悲しかったけど、俺もこれで結構踏ん切りがついた。心の中で、お稲荷様になる修行頑張れよ、って思った。まあ、バカ狐だったけどな。それから時間が経って俺が大学生の時、当時一人暮らしをしてた俺の夢に、ある日クズハが出てきた。相変わらず俺の言うことを、何一つ理解しないバカっぷりだったが、一緒に遊んですげえ楽しかったな。お前ちゃんと修行してんのかよ、とは思ったが、起きた時、あれが夢とは思えないほどリアルな夢だった。しかし最悪なことに、起きた時ものすごい倦怠感と吐き気、頭痛に襲われた。そりゃもう立ち上がれないほどの、しょうがないので救急車を呼んで緊急入院。ほんと、何しに夢に出てきたんだよって思った。入院して2日目ぐらいだったかな、だいぶん体調が良くなった時医者が俺を呼び出した。行ってみると神妙な面持ちで、先日の突然の体調不良の原因はわかりませんが、精密検査の結果、もっと大変なことがわかりました。腎臓に癌を発見しました。本当に一瞬、え？ってなったけど、詳しく話を聞くと、腎臓に長初期段階の癌を発見できたらしい。腎臓癌ってのは発見がとても難しく、大抵症状が出始めた頃は、手遅れな場合が多いらしい。今回は偶然の入院で、精密検査したからわかったと。このままにしておいたら、30歳は迎えられなかったかもしれないと。でもあの謎の体調不良の原因は、全身精密検査でもわからずじまいだった。そして俺は、片方の腎臓を摘出して今も元気に暮らしてる。俺はもしかしたら、クズハが教えてくれたのかもしれないって思ってる。ただの思い込みかもしれないけどな。あれから随分の時も経ったし、あいつも今頃は、立派なお稲荷様になってるかもって最近思う。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。